日本近畿地方大阪府大阪市中央区、本町本町は大阪府大阪市中央区の町名。現行行政地名は本町一丁目から本町指丁目。船場の内北から11番目の町で、船場のほぼ中央を東西方向に貫く本町、通添の両側町。北は、ビンゴ町、安土町、南は南本町、東は、 東横堀川本町橋を挟んで本町橋、西は、西横堀川跡の阪神高速1号、環状線期待機を挟んで、西区宇坊本町、西本町と、それぞれ接する。大阪城下の中心として繁栄し、現在も大阪市を代表するオフィス街である。北隣の安土町、南隣の南本町及びその南隣の船場中央、西隣の宇坊本町、 西本町のそれぞれ東部なども地域名として本町と呼ばれることがある。本町2の北側に立つビルのいくつかは安土町にまたがっており、地下鉄御堂筋線の本町駅は安土町と南本町に地下鉄堺筋線の堺筋、本町駅は南本町と船場中央にそれぞれまたがって一致し、地下鉄中央線の本町駅、堺筋、 本町駅及び地下鉄四つ橋線の本町駅に、至ってはどちらも本町に位置していない。安土町通、本町通間には絹針工事という通が、南波橋筋伊藤に、本町通南本町通り間には、うなぎ工事という通が、八尾山地筋伊藤に通っている。また、御堂筋、渡辺筋間には狐工事という筋が、北御堂から南御堂にかけて通っている。 東端を流れる東横堀川は、本町橋から、能人橋にかけて折れ曲がっており、これを俗に、本町の曲がりといい、落語の万重子愛にも登場する。高架上を走る阪神高速1号環状線、南行きも、同様に折れ曲がっている。1872年まで、現在の四丁目の内渡辺筋沿いは、北渡辺町、南渡辺町、西横堀川沿いは、 長浜町という町名だった。明治初頭まで本町通りを境に、大阪三里の北組と南組に分かれていた。江戸時代以来の本町は、繊維医療関係の町として栄え、北隣の安土町と同様に、大見商人の多い町だった。1962年に埋め立てられた西横堀川には、敷津橋、品の橋が加強されていた。 2019年3月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。淀屋橋本長官は大阪を代表するオフィス街であり、本町には 本町駅を中心に大企業が数多くある。大阪府大阪市中央区の町町朝一覧。人口統計ラボ。2019年10月4日閲覧。AB、住民基本台帳人口、外国人人口。大阪市。2019年10月4日閲覧。AB、本町の郵便番号。日本郵便。2019年8月15日閲覧。 市外局番の一覧。総務省。2019年6月24日閲覧。AB。平成7年国勢調査の調査結果引く。男女別人口及び、世帯数町長。あざと。総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB。平成12年国勢調査の調査結果引く。男女別人口及び、世帯数町長。あざと。 総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB、平成17年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数長調長、あざと。総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB、平成22年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数長調長、あざと。 総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB、平成27年国勢調査の調査結果引く。男女別人口及び世帯数調長,長、あざと。総務省統計局。2019年8月16日閲覧。平成28年経済センサス、マイナス活動調査、事業所に関する集計産業横断的。 集計都道府県別結果、総務省統計局、2019年10月23日閲覧、郵便番号簿2018年度版、日本郵便、2019年6月10日閲覧、ありがとうございます。